こんにちは、ヒロです。今回は HTML、CSS のコーディング作業が圧倒的にはかどる Google デベロッパーツールについて説明していきたいと思います。まず Google デベロッパーツールっていうのは何なのっていう話なんですけど、ブラウザの Google Chrome に搭載されているデバッグツールのことです。これだとちょっと分かりにくいかもしれないので、もうちょっと噛み砕いて説明していきたいと思います。まずブラウザはいろいろ種類があると思うんですけど、今回は Google Chrome についての話です。ちなみに日本では Google Chrome のシェア率が一番高いみたいです。で、このデベロッパーツール、いわゆる開発ツールなんですけど、基本的にはどのようなブラウザにも搭載されていて、全部似たような機能を兼ね備えています。で、中でも Google Chrome のデベロッパーツールは使用している人が結構多い印象なので、今回は Google Chrome のデベロッパーツールに絞ってお話ししていきたいと思います。で、実際に何ができるかっていうことなんですが、 Google デベロッパーツールではブラウザ上でコードのチェックやコードの検証を行うことができます。で、ちょっとイメージが湧きにくいかと思うんですが、これがあるかないかでコーディングの作業効率が大きく変わります。で、これから実際のイメージも合わせてどんな感じで使用するのか説明していきたいと思います。一番の使いどころとしてはコーディングする際の調整です。普段からコーディングをしている人であればわかると思うんですが、基本的にはコードエディターとブラウザを行ったり来たりして実際の表示を確認しながら作業することが多いかと思います。そんな中であれ思ったような形にならないっていう時があったり、ここのバランスこうかな、いやこんくらいかなみたいな感じで繰り返し確かめること結構あるんじゃないでしょうか。そんな時にデベロッパーツールを使うと実際の画面表示を確認しながらリアルタイムでコードの変更確認を行うことができます。では実際の画面で見ていきましょう。まずパソコンに Google Chrome がインストールされていないよっていう方はインストールをして一度使ってみるのがおすすめです。ちなみに実際に仕事をする上では、基本的に主要なブラウザは全て表示の確認を行う必要があるので、Google Chrome もそうなんですけど、それ以外のブラウザも一通りインストールしておくことがおすすめです。で、今回はサンプルのファイルを用意したので、それを Google Chrome で開きます。で、ファイルが表示されているのが確認できたら、ここからデベロッパーツールを使っていきたいと思うんですが、まずはデベロッパーツール自体を開きます。開き方はいくつかあって、メニューバーの表示、開発管理、デベロッパーツールと積んでいって開く。もしくは、右クリックのメニューの中から検証という項目があるので、それをクリックしてもデベロッパーツールが立ち上がります。で、デベロッパーツールが起動するとこんな感じで画面が表示されるかと思います。この画面についてはサイドに出したり画面下部に出したり、別ウィンドウとしても表示することができます。で、まず基本的な使い方としてこのウィンドウの左上の矢印のアイコンをクリックします。これが選択された状態でブラウザ上にカーソルを合わせるとこんな感じで各要素ごとに色が変わるのが見てわかるかと思います。これで HTML で構成されている要素を確認することができます。さらにこのままこの色が変わった要素をクリックして選択するとデベロッパーツールのウィンドウでより詳細な情報を確認することができます。試しにこの HTML コードをデベロッパーツール上で変更してみたいと思います。対象のコードをダブルクリックするとテキストカーソルがアクティブになるので、そのままテキストを入力していきます。入力が終わったらエンターキーを押すとこんな感じで入力した内容が画面に反映されます。またここでタグの編集や追加なども行うことができます。デベロッパーツール上で変更したいタグを右クリックするとメニューが出てくるので Edit as HTML という項目を選択します。するとエディターの表示に切り替わるので、ここで内容を変更して今度はコマンドプラスエンターを押すと変更内容が反映されます。このウィンドウ外をクリックしても大丈夫です。で、こんな感じで疑似的に HTML の編集を行うことができます。ちなみにタグを選択してデリートキーを押すと要素を削除することもできて、またドラッグ&ドロップで要素を並び替えることも可能です。次に CSS をいじってスタイルの変更をしてみたいと思います。HTML の下にスタイルズというタブがあって、ここでは CSS に関する情報が確認できます。選択した要素に当たっている CSS のスタイルを確認することができます。 CSS でスタイルを当てているはずなのに見た目なんか変わんないなって時もあるかと思うんですが、そんな時もここで確認するとちゃんとスタイルが当たっているかどうか確認することができます。で、先ほどの HTML 同様、ここでスタイルの編集が行えます。例えば色の変更をしたりとかレイアウトを変えたりなど、リアルタイムで表示を確認しながら作業することができます。なかなか思ったように指定がいかないななんて時や、余白のサイズや文字の大きさなどのバランスを調整したいななんて時も、このデベロッパーツールで作業すると調整がしやすいんじゃないかと思います。で、一つ注意点なんですが、この変更といってもここで書いたスタイルが実際のコードに反映されるわけではありません。あくまでこれはプレビューなので、実際の変更はコードエディターで行う必要があります。ただデベロッパーツール上のコードはコピーすることができるので、コピーしたものをコードエディターに貼り付ける形で問題ないかと思います。次にスマホサイズの表示確認です。Google デベロッパーツールでは簡単にスマホやタブレットの表示を確認することができます。表示の切り替えはとっても簡単で、先ほど選択した隣のアイコンをクリックするだけです。これをクリックするとこんな感じでブラウザの中の表示サイズが変更されたかと思います。さらにここのセレクトボックスをクリックすることで、スマホの機種によるサイズを選んだり、タブレットサイズにも切り替えることができます。この一番上のレスポンシブをクリックすると、その名の通り画面のサイズを変動させながら画面表示を切り替えることができます。なのでレスポンシブ対応する際には、この画面で画面サイズを変更しながら表示を確認していくことがおすすめです。注意点としては、あくまで疑似的なプレビューなので、実際のスマホやタブレットで全く同じ表示になるとは限りません。そのため最終的な表示確認は実機で行うようにしましょう。で、このデベロッパーツールは自分の作ったサイトだけではなくて、基本的にどんなサイトでも使用することができます。例えば YouTube を表示してデベロッパーツールを立ち上げてコードを確認してみたいと思います。するとこんな感じで自分のサイト同様に HTML や CSS の構成を確認することができます。なので例えば模写コーディングをする際など、まずは自分でコーディングをしてみて、実際のサイトはどのような構成になっているのか見比べてみると、コードの答え合わせとしても使うことができるかと思います。他にも気になるウェブサイトがあれば、デベロッパーツールを使ってどんなコードの書き方をしているのかを確認してみるのがおすすめです。それをやるだけでもコーディングの知識が増えたりとか、技術力のアップにつながるんじゃないかと思います。このチャンネルではコーディングに関する知識やウェブデザインに関するノウハウを発信しています。この動画が少しでも参考になったという方は、いいねとチャンネル登録していただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。